のみとぼのぼのの群馬県道の駅全力ハンバリー、イエーイ。さあ第17回となる今回は道の駅ラロン藤岡にやってきました。ここラロン藤岡は上信越自動車道藤岡インターチェンジ降りてすぐのところにあります。上りのパーキングエリアからは直接入れます。モロちゃんモロちゃん、はい、メリーゴーラウンドだよ。楽しい、観覧車もあるよ。いいよね。乗り物もいっぱい、楽しい楽しい。ラロン藤岡今回はご紹介していきます。美味しいお届け、農産物直売所行ってみましょう。すごい、一瞬も群馬のいちご、やよいっぺ。あ、見て見て、立派だよ。すごい大きい。すごいね、緑の野菜がいっぱい揃ってる。え、チック、セニュー、すごいアスパラみたい。おしゃれ。あ、ボロちゃん美味しそうなトマトだよ。でかい、いろんな大きさがある。ほんとね、あ、こんなプチプチかわいいミニトマト。あ、ミニミニトマトもある。かわいい。どんなどんな、いっぱいある。お肉がいっぱいある。上州牛サーロインすき焼き用、絶対美味しいじゃん。お、そして上州麦豚。はい、いいお肉だね。誰が出てきちゃう。でしょでしょ。まだまだ。売ってる。え、いいね。だってこのまんまでもさ、お家帰ってすぐあげられるしさ。ここで今食べたいってなったら、あげてもらって食べれる。おー、ごちそうだよ、ごちそう。いいね。あー、観光案内だ。え、すごいね、すごいね。お土産もいっぱいだよ。すごい。群馬のお土産がずらーり揃ってる。え、イワナもあるし。すごいね、群馬のお魚がいっぱい。ほらちゃん、地産地消洋食レストランだね。ありがとうございます。はい。最高。いや、もうペタコしてるってこういうこと言うんだ。あんこがとろっぽい。こだわり教えてください。こちらのビーフシチューなんですけど、上州牛を使用してます。自家製で1週間かけたデミグラスソースを使用してまして、それでじっくり時間をかけて煮込んでおります。いや、もう嬉しくなっちゃって、嬉しくなっちゃって。そうなんですよ、はい、スプーンで本当切れるぐらい柔らかく仕上げてます。デミグラスソースもすごいお肉に合ってて、あ、美味しいです。ありがとうございます。結構赤ワインもしっかり使ってますので、少し大人 あのただ甘いだけじゃなくて、少し深みのある味わいになってると思います。道の駅クイズコーナー、イエーイ。今日はですね、ララン藤岡の三友さんに出題していただきます。三友さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。三友楽しい美味しい、最高ですね。ありがとうございます。では早速クイズ、はい、お願いします。お願いします。こちらをご覧ください。え、はいはい、ララン藤岡のシンボル、うん、観覧車、はい、はい、で、その観覧車の高さは15メートルですが、一周何分何十秒でしょうか。できました、はい、せーの、じゃじゃん。お、実際に測ってみましょう。
本当に嘘乗ろうかな。乗って測ってみましょう。本当私たちの答えはこうでした。こうでした。正解は4分21秒。全然違う。もうぜひ多くの方にお越しいただきたいので、このララオ藤岡の魅力を改めて三友さんから今ご覧の皆さんにお願いします。はい。ララン藤岡の中心にあるふれあい広場では、冬はイルミネーション、夏は噴水がジャブジャブ上がってて、たくさんのお客さんが楽しんでおります。またステージもありまして、毎週いろんなイベントやってますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。いつ来ても楽しいで、季節ごとの楽しみ方もある。ぜひ楽しい、美味しい、最高のララウジオが皆さんお立ち寄りください。三友さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。